さあここである方からお祝いのコメントが届いております。この前編の際ですね、ロックの日の舞台挨拶の時に青山さんがお名前を出していた方なんですけど、青山さんは覚えてますかね。覚えてるわけがない。誰の名前もう いっぱいいろんなこと喋りましたもんね。そう、28回ぐらいやってるからね。ちょっともうそうですよね、記憶が、はい、マジちょっと知らないくだり来た、ね、知らないくだり来た、これ今、はい、台本にないくだり慌てる、はい、慌ててる今、はい、台本がないと、台本がないと、芸能人、芸能人落ち着いて聞いてくださいね、はいはい、歌い手のアドさんが、そっち確かに大言ってました神ってそう言ってくれてた。ストーリーズでね、つぶやいてくださった、はい、まあ、いたんですけど、今回後編公開を祝福してお祝いコメントを、すごい、待って言ってよかったね、言ってよかったですね、言ってよかったね、インスタ見といてよかった、ね、ではよろしいですか、聞きます、コメントを出してさせていただく、後ろにもあの映りますので皆さんも、中学生の自分が見たら、自分は歌い手と一緒にギターヒーローを目指していたかもしれません。後藤さんのアクションがどれも学生時代の私のまんまで、見るたびに本当に心が苦しくなりますが、こうして影の人間模様にスポットが当たる作品をアニメとして見ることができてとても嬉しいです。実際大人になった自分にもものすごく刺さっていて、同時にエールにもなっています。美しく描かれすぎていない青春ものに、ここに来て私は救われています。私のヒーローです。劇場で結束バンドに会えるのがとても楽しみです、とコメントいただきました。ありがとうございます。すごい この画面すごくない、すごすぎる。こっちザロックの写真撮ってもらおう写真撮ってもらおう、はいぜひプレスの皆さんありがとうございます。あ、じゃあオフィシャルスタンもあ、いいですか、ここで記念撮影が、全然こんなタイミングなかったから、はい、アドさんに届け、はい、すいません、ということで改めて青山さん、はい、いいよ、いやなんかそれこそそのストーリーズで青春コンプレックスみたいなフレーズが聞こえてきたのよ、うんうんうん、難しいって書いてあって、うん、これはどう考えても私が一度通った道わかるわけよ、この音色が、あ、アドさんのストーリーでね、アドさんのストーリーで、うん、で、なんかそっからも結構なんかちょこちょこ結束バンドの話題をなんか出してくださってるっていうのは、私はもう早ー、RE の配信は知らなかったのに、アドさんのストーリーだけはすごいいや、まさかまさかですね、はい、私のヒーローですと、ねえ、すごい、すごい、ロックが本当にたくさんの方に届いてるんだということを改めて、ねえ、感じてます。すごい、この美しく描かれすぎていない青春ものってすごいなんかぴったりねだなって、ね、確かにやっぱりリアリティがね結構評価されてきた作品でもあるから、確かに、ね、本当にこんな、しみじみ、いやでも曲とかもね通じていろんな、ね、方にありがたいね、嬉しいですな。アニメ放送時もやっぱいろんなアーティストさんが反応してくれてたけど、うん、それがいまだになんか、ね、え、この方も見てたのみたいなのをいまだに目にするのが本当に嬉しい、ね、いやー、うん、嬉しい、本当皆さんの応援のおかげです。本当です、ありがとうございます、ありがとうございます。アドさんもありがとうございました。ありがとうございます。